三日月、今収まります。係が離れます。体制完了、スタートしました。さあ、そろっとしたスタート。ちょっとダッシュがつかないのが6番のバズッチ、後ろから先行争い、ダッシュよく3番の若立フェイス、まず前の位置を取りに行きます。2番手の位置、外から三日月、そして内差がなく5番のスマートジェイナ、3番手2番手、その直後最内2番のサーマルソアリングつけています。2馬身後方ですが、7番のマテンロウェイが外、内1馬身差になりました。1番のリトルミムが追走、3馬身開きました。4番のクリノジルバが進んでおります。さらに5馬身、6馬身、7馬身開いて6番バズッチ、一番後ろからレースを運んでおります。向こう上面残り1000を通過、これから3コーナーを目指していきます。3番の若田スペース先頭、2番手5番のスマートジェイナ、3番手内2番のサーマルソアリング、外は8番の三日月、間をついた7番のマテンロウェイです。直後1番のリドルミムが続いております。そしてその1馬身半後方ですが、4番クリノジルバ後方から2頭目を進んで、一番後ろ2馬身差、6番のバズッチが進んでいます。3、4コーナー中間600切りました。これから第4コーナーです。3番の若田スペース先頭、そして2番手スマートジェイナ、そして外から三日月、内は2番のさあサーマルソアリング、直線に向かって残り400を通過。これから坂を駆け上がります。前は3頭ずらっと広がっていますが、今度は外をついた5番のスマートジェイナが伸びてくる、間をついた2番のサーマルソアリングです。さあ、スマートジェイナ、サーマルソアリング、ここでスマートジェイナが抜けたサーマルソアリング現在2番手、3番手争いの一角に7番マテンロウェイ、先頭は5番のスマートジェイナ、スマートジェイナ5輪、スマートジェイナ勝ちました。そして2着は2番のサーマルソアリングです。